対話のある生活を。こんにちは、ダイアログデザイナーの島津です。ダイアログデザイナーとは、ダイアログ、対話、デザイナー、デザインする人、つまり対話をデザインする人という意味です。今回は柔軟な思考法についてお話したいと思います。今までもずっとお話ししてきた通り、対話というのは共同作業です。つまり一人ではできない、お互いの関係性があって初めて成立するようなコミュニケーションなんですね。で、そういった時に重要になってくるのが、いかに柔軟な思考でいられるかっていうことなんですよ。で、たくさんいろんな人とコミュニケーションしたりとか、経験をね、経験の数をこう増やしていくと、どうしても先入観が生まれてきたりだとか、凝り固まった考えになっていく傾向にあります。それを毎回いろんな人に会うたびにリセットする必要があります。それは柔軟な思考、柔らかく、いかに柔らかく入れるか、大きく受け止めることができるか、これも訓練で、そのあたりをね、こう柔軟になっていくことは可能になってきます。で、一つ興味深いお話があります。これは、僕の友人のデザイナーの方からお話を聞いたんですけども、その方はね、クライアントさんから、この看板を目立つようにしてほしいって言われたんですよ。で、まあ、もちろんそうですよね。デザイナーですから、このデザインを、人目を引くようにさせるっていうのは仕事のうちの一つなんですけども、で、その時クライアントさんが言ったのは、この看板のね、そのデザインの文字は赤色にしてくれって言われたと。で、それはどうしてかって聞くと、いや、目立つから、赤が好きだし、赤が目立つからって言ったんですね。で、まあ、そのデザイナーさんはとても優秀な方で、そのクライアントさんの言葉を鵜呑みにしなかったんですよね。で、一旦、いや、本当にそれはクライアントさんね、嘘をおっしゃるけども、本当に赤でいいのか、赤い文字でいいのかっていうことを改めて考え直した、なんでなのかというと、その赤が目立つっていうのはこう先入観なんですよね。例えばもし看板のあるその場所、背景っていうのはね、街の風景が赤だったら、暖色だったら、果たしてその看板は目立つでしょうか。興味深いですよね。赤い背景に赤い文字だったらもう紛れちゃうんですよね。で、クライアントさんはね、もうね、赤が目立つっていうのが先入観としてあるんですよ。でも本質的な目的っていうのは、看板の役割というのは目立たせることですよね。看板の内容を、で、赤い文字にすることっていうのは手段の一つなんですよ。よく言われるのが、手段が目的化するっていうところなんですけども、でもやっぱりね、このエピソードっていうのはね、よくあることなんですけども、大変勉強になります。ここからいろんな発見があって、僕たちは普段そういう先入観で、あ、こうした方がいいんだろうかっていうことを立ち止まって考えないで、思考のね、プロセスをショートカットして、一番簡単な方法、きっとこれで合ってるだろうなという方法をね、こう選択していくわけなんですよ。で、これはコミュニケーションでもよく言えて、あ、きっとこの人はこういう話をするんだろうなとか、こういうふうに思ってるんだろうなっていうのは、もう思考のプロセスをショートカットして、もう反射的にそういうふうにもう考えちゃってるわけですよ。そうなってくると、これはもう相手の話を聞けていない、相手の言葉を受け止めることができていないということになるんです。だからコミュニケーションの中で一旦受け入れるっていうのは、もう僕はずっと最初から言い続けていることですけど、それを柔軟な思考で、柔軟な体制で受け止める。毎回新しい自分のように、そもそもその言葉はどういうことなのかっていうところからね、始めていくっていう、このそもそも論というか、そういう思考のプロセスが必要になってきます。で、これは意識的に働かせないとできないんですね。自然と人間というのは楽な方に楽な方に流れていくし、それはね、いいんですよ。いいことなんですよ。
ていうのは、その毎回ね思考のプロセスを0、1、2、3とか順番的にやっていたら、もうすごい時間かかりますし、効率的にはではないですから、効率的だったり合理的ではないんですよ。非常に時間がかかってしまう。だから慣れてくると、いろんなプロセスを省いて、人間は1から急に8まで行ったりとかね、13まで行ったりしますけども、でもことに対話について考えるときは、一旦0になって、で次は1になって2になって、こう積み上げていくっていうことを改めて自分に言い聞かせてみてください。これも訓練次第でスイッチを入れることができるようになります。それでは次回も言葉や対話についてのお話を紹介したいと思います。今回も最後まで聞いてくださり、どうもありがとうございました。もしよければ下の方にいいねのボタンがありますので、ちょこんと押してあげてください。どうもありがとうございました。